どうも、吉本興業の ABCDE 湯加減というコンビです。よろしくお願いします。そうですね、府中牝馬ステークス G2、3歳以上牝馬オープン東京芝 1800m のレースがありますので、重賞レースがありますので、そちらの方を予想してみたいと思います。ちょっとあの当日のアップロードになるんで、見てくださる人ほとんどいないかもしれないですが、はい、行ってみたいと思います。予想の方はこちらになりました。はい、こんな感じで、ちょっと二重丸、スイートサルサとパワースポット、2つついてるんですが、あのちょっと、まあ、あのスイートサルサに不安点があるのと、パワースポットが人気がないということで、パワースポットの方からも生まれんで、流したりだとか、あとはスイートサルサ、パワースポット、タンプクは抑えといた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってのあれです。あの今回ちょっと自信がないというか、混戦というか、信頼できる馬がちょっと一頭もいない感じなので、まああのそんなに人気がないところから、スイートサルサはちょっと人気してますけれどもね、はいっていう感じですね。はい、で以下は3番手はスマートレイヤー人気ですね。レッドリベール特注で、人気ですね。あとは連歌としてカフェブリリアント、ここも人気ですね。イルミナンスあんまり人気ないですね。ゴールデンナンバーはちょっと穴としての連歌で、まあほんのちょっとだけ副賞も抑えといた方がいいかもなっていうようなタイプの馬です。穴としての連歌で、名称マンボも穴としての連歌で、あとはシャトーブランシュ、まあ一応連歌の印はつけてんですけど、まあちょっと本当にギャンブルするんなら、抑え程度に回すっていう風な手もあるかなっていう感じですね。コース適性を考えると、それでKIエレガント、はい、はまあ人気してますし、逃げたり先行したりするタイプですけれども、抑えに回す感じがいいかなっていう感じで、まあ本当にギャンブルするなら消すっていうパターンですけれどもね。それで細かく今から説明していきますね。もうちょっとちょっと今回の印に関しては、雨が降るということで、やや重ぐらいの馬場かなっていう風な感じで予想しますね。雨馬場の予想でいきます。それでまずそうですね、スイートサルサに関しては、僕はこのメンバーの中では一番強い馬の一頭だと思うんですけれども、ただこの馬に関してはちょっと不器用だったりだとか、あとは終える機種、無知で直線無知で叩いて、伸びるようにできる機種が乗るとすごく走る馬だと思うんですが、ちょっと田中勝春騎手とそんなに手が合ってないのかなっていうのがずっと思ってまして、もし例えばルメール騎手とかミルコ・デムロ騎手とか、あと岩田騎手、戸崎騎手、小牧騎手とか、その辺が乗るようになれば、もしかしたらマイルの G1 ぐらいなら勝ち負けになってチャンスがあるんじゃないかって思ってるんですね。しかもマイルの G1 男馬相手でも、多分京都のマイルチャンピオンシップとか出たら通用するような素質がある馬だと思います。あんまり正攻法で乗りすぎるとちょっと伸びきれない時もあるんですが、足を溜めて豪快な末脚を繰り出すように乗れれば相当走る馬です。スイートサルサはちょっと運がない馬で、素晴らしい牝馬なんですが、なかなか能力を出し切れてあげれてないなっていうところがあります。はい、あんまりスピード勝負になりすぎると良くないんですけれども、スイートサルサまあそこそこの時計なら走れますし、パワーもついてきましたしっていう感じですね。それパワースポット、パワースポットっていう馬は追い込み馬で、後ろから行く馬で、溜めて末足を生かして届くかっていうタイプなんですけれども、なのでちょっともしかしたら馬場や展開によっては不発に終わる可能性あると思うんですが、先週東京コースを見ていた感じだと意外と追い込みも効くんですよね。前残りの競馬も多かったですけれども、追い込みが効く競馬も多かったので、まあ展開次第という感じで
人気がないならこのパワースポットも押さえておいた方がいいなっていうふうに思ってます。はい、そうですね。本当スイートサルサがちょっと外回って、あのなし崩しに足を使ってだとか、前が詰まってあの力出しきれないだとか、そういうことなく、もう本当普通に乗ればあんまり手が合わないかなっていうふうに思ってる田中勝春騎手でも、走る可能性はあるかなというふうな期待を持ってます。あの本当にその手の合う騎手が乗ればここだともうグリグリの本命にしたいぐらいの馬ですね、スイートサルサは。はい、続きまして、スマートレイヤー、3番手にしました。ちょっとスマートレイヤーはミルコ・デムーロ騎手に乗り換わって前走勝ったんですけれども、これももともと後ろから行くまで追い込み日程だったんですよね。だけどミルコ・デムーロ騎手が前走小頭数っていうこともありまして、前の方から競馬して勝ちました。まあ、ただ本当はやっぱり本質的には後ろから行った方がいいんですけども、相手が弱かったりしたら前の方から競馬してもいけるかなっていう感じで、今回も前から競馬してもいけるかなっていうようなメンバーではありますんで、ある程度は前に行くと思いますね。先行までするかどうかは分からないですけれども、はい、それで、まあ、前に行くとちょっと展開によっては甘くなる可能性はあるかなって思ってるんですけれども、やっぱりここだと能力は上位ですんでっていうのがありますね。あと雨ババ、ちょっと雨はそんなに良くはないので、力のいるババ自体は得意なんですけどね。例えば洋芝っていうヨーロッパの芝に近いような力のいるババとかは多分得意ですけど、雨でちょっと滑ったりのめったりするようなババはそんなには得意じゃないかなっていうタイプなので、本命は打ち切れなかったっていう感じですね、はい、それでその後がレッドリベール。レッドリベールは結構クラシックで期待されてたんですけれども、やっぱりスパーンと切れる足がないというか、じりじりとしてしか足が使えないところがあって、展開の助けがいるようなところもあるので、やっぱりそうですね、期待ほどは活躍できなかったところがあると思うんですが、前走、函館でしたっけ、札幌でしたっけ、どっかで走りまして、その時出来がものすごく久しぶりにすごい出来が良かったんですけれども、その出来をある程度はキープできてますんで、今回も注目してもいいんじゃないかなって思ってます。それでレッドリベールっていう馬はちょっと展開の助けがいるのと、スパンという足がないので、やっぱり東京コースは結構直線は長いにしても、ある程度どっかでいい足を使えた方が信頼はしやすいんですよね。そうなるとやっぱり展開の助けが必要だなっていう、このレッドリベールはそこまで本命までは打ち切れなかったところがありますね。で、まあ、戸崎騎手、一流騎手ですんで、まあ、戸崎騎手に期待するんだったら、そういう人はもっと思い印つけてもいいかなとは思います。で、カフェブリリアント、カフェブリリアントはそうですね、福永騎手が乗ってて、今回岩田騎手なんですけれども、道中ちょっと行きたがる感じで足を貯めて一瞬の足を生かすタイプだと思うんですけれども、ちょっと 1800m なので足のため方だとかそういうのがもしかしたら1400ぐらいの方がベストっていうのがありますので、1800でうまいこと足がためられるかっていうのと、あとやっぱりちょっと外枠を引いたのでうまい具合に内に入れて足をためられるかっていう部分があるので、ちょっと思い印は打ち切れなかったですね。多分1400ぐらいの方がいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、続きまして、イルミナンス。イルミナンスはちょっとこの連覇に関しては来そうだっていう順に紹介しているわけではないんですが、イルミナンスはちょっと函館だったか札幌だったか前走その辺で走ったと思うんですが、その時結構出来が良くて、
成長したなっていう跡が見られたんですけれども、ちょっと今回は坂路調教、坂道の調教が多くて、後ろがちょっと強くなってきてるかなっていう部分があって、もうちょい全体的なバランスが前走の方が良かったかなっていう感じはするんですけれども、ただ出来の方はいいので成長してきてて、今回も出来はそれなりにいいと思いますんで、注目してもいいんじゃないかなっていう思う馬です。ただこの馬もスパーンという足がないので、ちょっと展開の助けがいるタイプですね。でゴールデンナンバーはちょっと穴の連下に面白いかなって思ってるんですが、もともとはこの馬は牝馬の G1 ぐらいだったら、1600m の G1 ぐらいだったら勝ち負けになる、本当に勝ってもおかしくなかったんじゃないかっていうような素質馬だったんですけれども、ちょっとこれも後ろから行く馬で、ためにためてもう本当末脚を生かさなきゃいけないので、展開の助けが必要なんですよね。それちょっと牝馬のレースって意外と厳しいレースが少ないので、追い込み一手の馬が来るような G1 ってあんまりないんですよね。本当に強いブエナビスタとかだったら追い込んでくるんですけれども、やっぱり展開の助けがいるタイプの追い込みタイプがなかなか苦戦するところがあって、ゴールデンナンバーっていう、本当素晴らしい馬なんですけれども、そういった意味でもちょっと運がなかった名品だなって思ってますね。穴には面白いかな、出来は7分か8分ぐらいはあると思いますんで、休み明けですけれども。続きまして、名勝マンボ、オークスパですね。名勝マンボは、ちょっと気象的にもう嫌気がさしちゃってまして、競馬に。それでずっと本気で走らなくなってるんですけれども、今回はもしかしたらっていう意味で、そんな仕上がりは悪くない感じですんで、走ってくれないかなって期待を込めて、穴に抑えたいですね。それで、名勝マンボ、どちらかというと前は、オークス勝った時に思ったんですが、左回りの方がいいんじゃないかなっていう部分が前にありましたので、距離的にも1008ぐらいはいいでしょうし、左回りということで真面目に走ってくれないかなっていう期待を込めてっていう感じですね。で、シャトーブランシュですね。シャトーブランシュに関してはちょっとあれですね、前走重賞勝ったんですけれども、展開ははまりましたけど、後ろから追い込んだ形で、ただこの馬はシャトーブランシュっていう馬はもともと何ですかね、クラシック戦線でもちょっと注目、穴に注目されてた馬で、後ろの方から最後方の方から追い込んでくる馬だったんですけれども、それをちょっと下級条件の方で走る時に目先の1勝に目がくらんだというか、やっぱり前面につけた方が有利にレースを運べるということで、前の方から競馬をするようになってたんですよね。そういう競馬をしだしているうちに末脚の破壊力が落ちてきまして、合わない乗り方をしていたがために低迷してた時期があったんですね。そんな中、前走は後ろから本来の追い込みに、戻して末脚が発揮できたっていうね。藤岡幸太騎手ね、藤岡兄弟の弟の方ですけどね、若手騎手の中で期待されてる騎手なんですけれども、そのシャトーブランシュは追い込みに戻して調子上げてきましたが、ただ東京コースっていうのはある程度長く足が使えた方が有利にというか、信頼しやすいところがあるので、ちょっと一瞬の足なので、切れる足がシャトーブランシュは。展開がはまればもちろん有力かもしれないですけれども、ちょっと信頼して重い印を打つっていうほどではないかなっていうふうに今回は思いました。ただ僕だったら抑えますね。全体的な配当が少なくなったとしても、なんですかね、プラス面が少なくなったとしても抑えておきたいですね。で、ケイアエレガントですね。こちらもう本当 G1 2着ビクトリアマイルでしたっけ、しましてね、そうですね、この馬先行して結構縦長に
になったりだとかすると有利に運べるような馬で、まあなんですかね、その前に入れる強みを生かしやすいスピード馬なんですよね。それで今回も比較的得意な左回りですし、東京コースいいところあると思いますし、基本的には有力だとは思うんですけれども、ただそういううまくいかなかった時は自力だけで勝ち負けできるほど強くはないかなって個人的には思ってまして、展開の助けがやっぱり必要だと思うんですよね。今まで展開の助けがあった部分もありますんで、まあ、もちろん能力がないと展開の助けを有効に使えるわけではないですので、力はあるんでしょうけれども、展開の助けがないとここまで人気する馬かなっていうふうには思います。で、今回ちょっと雨が降るので、雨が降ると、まあ、ぐじゅぐじゅの馬場とかになると前に行った馬有利になることもあるので、いい方に向く可能性はありますけど、ちょっとやや重とかそんぐらいの馬場になると、なんか飛びが結構綺麗なスピードタイプなので、多少割引が必要なんじゃないかなっていうイメージがあって、ちょっと抑え程度にまで落としました。ギャンブルするなら消したいですねっていう感じで、はい、そうですね。他にもちょっと、まあ、気になる馬は当選ソレイユ、ディープインパクトの妹ですね。当選ソレイユなんかも、まあ、コースは合わないですけれども、右回りの方が多分合うと思うんですが、まあ、貯めて一瞬の足生かせれば可能性なくはないかなっていう程度で、本当は気になるんですけどね。ノボリディアーナ、ルメール騎手で穴人気してますが、まあ、ちょっとここでは足りないっていう感じかなっていうイメージがありますが、前に行ける強みを生かして展開の利があればなくはないかなっていう程度には思ってます。カレンケカリーナ、カレンケカリーナも穴人気してますけれども、ちょっとまあ、ここだとパンチが足りないかなっていう感じなんで、本当展開の利があればっていう程度でいいんじゃないかなって思ってます。津村騎手結構道中丁寧に乗ってくれる騎手ですけれども、ミナレットはもしかしたら大逃げするかもしれないですね。ガンガン行くかもしれないですね。ミナレットもその縦長になったりだとか展開の利がないと厳しいかなっていうところはあると思いますね。リメインサイレントはすごく良くなってきているイメージなんですけれども、やっぱりちょっとパンチが足りないというか、まあ、展開の利があればリメインサイレントも可能性あるとは思うんですけれども、中途半端なアメババがどうかなっていうところがあって、なんか双方からしてそういう意味でも今回は消そうかなと。フレームコード、ケイティバローズはそうですね、ちょっとここでは力が落ちるかなっていうイメージです。そんな感じです。まあ、基本的にはスイートサールサ、パワースポットの単幅を抑えて、ゴールデンナンバーもほんのちょっとだけ副賞を抑えてっていう感じで、あとはスイートサールサ、パワースポットから生まれんで流すなら流すみたいな感じで、混戦なのでなかなか当てるの難しいレースだと思うんですが、そんな感じで、はい、やらせてもらいました。強いのは スイートサルサはもう本当ここでは1番手か2番手だと思いますが、うまい具合に手が合うかどうか、うまい具合に乗れるかどうかだと思ってます。そんな感じです。以上です。すいませんでした。